名前、杉本真子です。名前の由来はあんまり詳しく聞いたことないんですけど、母が私が生まれた時の顔を見て直感で真子だって思ったらしいです。誕生日は2000年の12月21日生まれ、新庄アナウンサーと同じ誕生日です。身長は156センチです。アナウンサーになろうと思ったきっかけは、どうしても地元で就職をしたかったんですよ。もう静岡がとにかく好きで地元で働きたいなって思ってたんですけど、その時に街中でロケをしているテレビの人とかを見るじゃないですか。で、外で歩いていると何のロケしてるんだろうってところがわからないので、その中のことを知っている人間になりたいと思ってテレビ局に就職したいなと思ったのがきっかけです。チャームポイントは、これ意外と気がついてない人が多いと思うんですけど、耳です。で、耳、私めちゃくちゃちっちゃいんですよこの耳がチャームポイントです。部活は人生で一回も部活動というものに所属をしたことがなくて、ただダンスをずっと習っていました。カラオケでよく歌う曲、私はモーニング娘さんがとにかく大好きなので、ザ・ピース長所は基本笑顔なところだと思います。短所は、絶対やりたいと思ったことは勢いで何でも突き通すところです。短所、それでいろんな人を困らせた経験がたくさんあります今まで付けられたあだ名は、まこまこ、まっこ、まこ、すぎまこ、すぎもちゃんくらいですかね。はい、子供の頃なりたかった職業はアイドル、モーニング娘。にとにかくなりたかったです子供の頃に見ていたテレビ番組、すごいいやらしく聞こえるかもしれないんですけどSBS の番組たくさん見てました。イブアイとかよく見てました。ご飯と夜ご飯と一緒に見てました。初恋は多分4歳とか幼稚園の頃だと思います。好きな食べ物は3つあって、お赤飯とクッピーラムネとマカロン、これが同率1位です好きな色は明るい緑が好きです。好きな映画は湯を沸かすほど熱い愛っていう中野亮太監督の映画があるんですけど、これは好きすぎて同じシーンを40回くらい見ました、リプレイで好きな異性のタイプ、尊敬できる人が好きです。かっこいい人、尊敬できるなって思う人が好きです。好きなキャラクターはスヌーピーが好きです。というのも、小さい頃に弟のことを私ずっとスヌーピーちゃんって呼んでたらしくってそれで母が私に持たせてくれるグッズは全部スヌーピーだったんですよなのでスヌーピーが好きです。で、美容のためにやっていること、継続してやってること難しいですよねかわいい人をたくさん見ること、私はかわいい女の子のアイドルが好きなのでたくさん見てます。どんな人って言われる、分かりやすいってよく言われます。楽しい時は本当に楽しそうだけど、大変そうな時はすごく大変そうな顔してるってよく言われます何をしてる時が一番幸せ、会社から帰ってベッドにダイブする瞬間が幸せです静岡県のおすすめスポットは、私はやっぱり地元の焼津が大好きで、海沿いが好きなので焼津にある和田浜海岸
ていうところが、富士山も見えるし海も綺麗だし、すっごく開けてておすすめです。今一番欲しいものは車。車が欲しいです。最近笑ったことは、家族の話なんですけど、弟が米軍基地のお祭りみたいなのに行ったらしくって、普段は開放してない米軍基地で遊べるよみたいなイベントで、落とし物でスマホを拾ったらしいんですよ。でスマホを拾ったら、海外の方って落とし物が戻ってくるっていう経験があまりないので、弟がその落とした人に届けたら、人生で初めて胴上げをされたって言ってて、海外の方が本当に喜んで仲間を集めて弟が胴上げされたらしくて、ちょっとそのシーンを想像したら笑っちゃいました。最近泣いたこと、YouTube で小学生がランドセルを選ぶっていう動画があって、なんかお父さんとお母さんが好きそうな色を最初に選んで、自分が本当に背負いたい色を選ぶっていう動画があったんですけど、それで泣きました。最近の悩み、なんだろうな、最近の悩みは、自分のデスクの椅子の高さのベストポジションが見つからないこと。ちょっと今まで高かったので下げたら、なんか肘がすごく当たるようになって、いやそれがちょっと最近の悩みです。仕事で一番嬉しかったこと、やっぱりこうアナウンサーとして仕事をした後に、友達とか家族に見たよって言ってもらえたり、取材先の人に取材してくれてありがとうって言われたことがすごく嬉しかったです。今後仕事でやってみたいこと、夕方の顔って言われるようにニュースをとにかくたくさん読みたいです。はい、お、次の人を指名してください。結構私に回ってくるまでいろんな方がやってると思うので、ラジオヌンヌンヌンを一緒にやっている滝沢アナウンサーを指名したいと思います。わあ、ありがとうございました。ということで30の質問、初めて30の質問をやってみました。いやー、なんかスタッフさんもいつもオンエアとかで緊張するのに、今日の方が緊張してるのとか言われたんですけど、ちょっといつもと違う YouTube ドキドキしました。ということで次回はここにいる滝沢さんやってもらおうと思います。やったー、皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。